コメントが来ていた。で昨日と実はパジャママイナーチェンジしてるんです。ちょっと今日はねこの後栄光のラビリンスのねゲームをちょこっとずつするので、今目を休めています。準備しとるよ。ありがとう。今日はねちょこっと寒いような気もする。皆さん元気でしょうか。いかがお過ごしですか。おはよう。すごいいつもとなんか画面バグってたんかな、分からんけどなんかそういうコメントがいっぱいあったので今再起動してみた。おはようございます。さっきアラームが鳴ったからかな。アラームをねかけとったら多分スヌーズになってたので、浅草のイベントから数1週間何回も起動しました。あ、ごめんなさい。浅草のイベントから1週間ですね。ねえ、なんか同じ世界とは思えない感じしますけどね。公演とかも中止になったので、メンバーにもだからしばらく会えないし、皆さんにもしばらく会えないしねっていう感じです。今日は7時半からカミラタイムが始まります。おはよう、しゅみか。どうなんだろうな、コロナ禍のあれは、動きは人数とかね。今別に絶対に外に出ないのでいつもだから、タッキーくん起こされました、ありがとうございます。今なんか絵文字がちょっと左1個右2個になってるから、左にみかんを追加してほしいところですね。おはようございます。今日カミラタイムいっぱいあるから栄光のラビリンスデイちょっと欲しいやけど。そういうことかな。ねえ、頑張りましょう。おはよう。ねえ、私さ何を倒したらいいんやろうか。ゾウをさいつもスルーしてたんですよ。めっちゃ6回ぐらいかかるんかな、だからほぼおにぎりみたいな感じなんだけど、でもチケットは多いから効率いいんじゃないみたいなコメントが来てて、めっちゃ難しい、大変だよね。なんか強すぎて敵が、チケットのことだけで言うとそれならケーキを2回で倒したりした方が、まあ、集まるって難しいよね。どれを倒そうかなみたいな感じです。難しい。
料品も買い物、食料品の買い物も怖い。まあそうだね。でもやっぱ買い物に行かなきゃだしね。私ずっと第2波ぐらいの時もさそうだったけど、結局買い物とかさ必要な外出とかはしなきゃいかんし、外の光とか浴びるのも大事ですよね。不要不急だからって言ってお家にずっとこもってたら元気なくなっちゃうし、私は多分今日も家にいる気がするんだけど、カーテンぐらいは開けてみようかなって感じだな。今日ってピックアップの日じゃない？あ、そうなの？限定ガチャちょこっと回してみるかな。10連ガチャとかさ今あるんだけど、 CM 選抜、 CM 選抜じゃない、広告選抜あるけどさ出ないよね、やっぱりいいカードっていう気持ちがとっても私はよくわかる。そうなんです。なんかさセブンイレブンでさブラックペッパーと3種のチーズみたいなポテトチップスがあるらしくて、それを買いに行きたいね。私は食べたい、めっちゃ。食べたことあります？セブンのポテチ。私いつもねポテチ買うときはねサワークリーム系か、サワークリーム系を買うことが多いかな。あと幸せバター。そう、18時からピックアップ。おお、限定ガチャチケット持ってたかな。持ってたら引こうかな、持ってなかったらちょっと迷うなって感じ。というのも多分私デッキが今めっちゃ強くて、どっちが強いんだろうな。 SD カード出したらそっちの方が強いのかな、ちょっと分かんないけどって感じです。もしなんかチケット余っとる時なんかたまにあるんよ。限定ガチャはちょっと分からんけど、そういう人は18時から引くと出る可能性があります。って感じです。メインとサブどっちが強いの？公式が圧倒的に強いです。そう、ジムでね交換するのはエナジーウォーターに変えたりとかしたので、あと1分でカメリアタイムやって、あ、じゃあそろそろランキングを読もうかしら。パチパチ、あ、すごいなんか生い茂ってる。あ、わた、かわいい。じゃあランキングを読もうかな。まだ反映されてなさそうな感じするけど、とりあえず読みます。13位がイット、12位ひとみ、11位京都アンマリリスト。あ、嬉しい。なんかこの前博多誕生会のコメントをねみんなに書きました、ありがとうございます。10位が友蔵、9位がマルモン、8位エイメイ、7位博多 DD、6位がすごい若、4位俊太郎、3位がプニー、2位がひろち、1位がサンガ、ありがとうございます。そしてサンガとなーちゃんがすごい、ペンライトとのぼるアットマーク相原小夏さんが音符をね送ってくれました、ありがと
とうございます。伊藤アットマーク合唱大好きが13位に入りました。博多にありがとう。ではまたお会いしましょう。今日も一日頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとう。またね。コメント読んでます。ということでエコナラビンスでね、広告選抜を決めるイベントを今やってて、応援よろしくお願いいたします。じゃあまたね。ありがとうございました。バイバーイ。